三日日町はかつて静岡県稲佐郡にあった町、三日日みかんの産地として知られていた。現在は浜松市北区の一部となっている。行政で使用される正式名称は大文字の毛を用いる三日日町だったが、一般的に地域住民は小文字の毛を用いる三日日町と表記していた。この祖語の原因は1955年3月に当時の三日日日町が 東浜内村と合併した際に、理由は不明ながら、国が新町名を一方的に三日日町と告示したことにあった。自治体の正式名称は1955年から2005年に廃止されるまで三日日町であったが、浜松市への編入後の2006年9月、浜松市議会の定例会に三日日から三月日,日に変更する議案が提出された。 静岡県知事への届出などの手続きを経て、2007年3月3日に、正式に参画日に変更された。奥浜名湖と呼ばれる地域にあり、旧浜松市を中心とする浜名湖エリアの一部である。現在こそ、旧浜松市内の高校へ通う者も多く、編入合併されたこともあり、遠州地方とのつながりが強くなっているが、隣接する豊橋市とも経済面。 高校進学面で結びつきが強い。また、新城市からも通勤する者もいる。そのためか、町内では豊橋ナンバーの車を頻繁に見ることができる。隣接する湖西市などと同じように、方言は遠州弁と三河弁が混在している。西園地域の町村製紙工事の町村。22が西浜名村。 浜松市三河日地域自治センター2005年7月1日、周辺住市町村とともに浜松市へ編入合併して浜松市の一部となり当該区域をもって地方自治法第202条の4に基づく三日日地域自治区が設置された。同地域自治区は2012年3月31日をもって廃止。2007年4月1日に 浜松市が政令指定都市へ移行したのに伴い、当該区域は北区の一部となった。2005年7月1日に浜松市に編入された後、旧三日日町役場庁舎は浜松市三日日総合事務所となった。2007年3月3日、三日日総合事務所は三河日総合事務所に改称。2007年4月1日に浜松市が政令指定都市に移行すると、 三ヶ日総合事務所は、浜松市三日日地域実践センターとなった。三日日みかん、静岡県立三日日高等学校天竜浜名湖、鉄道天竜浜名湖線三日日,日駅天竜浜名湖、鉄道天竜浜名湖線及び、円州鉄道のバス路線がある。また、地域内には、東名高速道路の三ヶ日インターチェンジがある。 三日美町を舞台にした作品を次に掲げる。ありがとうございます。